はい、どうも皆さんこんばんは、森ちんです。今ですね、僕は後撮りでね、ちょっと動画を撮っているんですけれども、今回は配信中になんとかマガイマガドのね、体験版のクエスト、なんだライズの体験版第2弾できた、でめちゃめちゃ難しいって言われてるこのマガイマガドのクエストをね、片手剣でなんとか配信中に討伐することができたのでね、後撮りでちょっとまあその声なしのやつに声をつけて動画を撮っているという感じになっております。いやもうこいつね強かった、マジで。いやもう僕はね、ライズの発売までに倒せればいいかなぐらいの感覚で思って毎日ちまちまやろうって思って配信をちょこちょこやってたんですよ。なんだけどね、今回、もうまぐれ。マジでまぐれ。見てもらえば、最後まで見てもらえばわかるけど、最後にどんでん返しがあって、あ、ネタバレになっちゃうか？もう最後でどんでん返しがあって、マジで本気のまぐれで勝ててね、なんとか今日、討伐することができたんですけど、いやもう本当に嬉しかった。いやでも本当に強い。こいつ、マジで。うん。このさ、マガイマガドのさ、当たり判定、えぐいよね。もう、こいつはなんだけどさ、もうちょっとこう、ヒットボックスをさ、こう、ね、忠実に、上の方の判定とかやばいじゃん、尻尾のあたりの上に対する判定とか。だから、もうちょっとヒットボックスを忠実にね、見た目通りにやってくれたらなんかもっと良かったのにな、みたいになってすごい思ったりはしたけど、でもね、このマガイマガドのクエストね、楽しかった。今回そのなんだろう、あんましイライラしなかったなとは思う。うん。今までそのやっぱりイライラするクエストとか、まあゲームとかって、まあモンハンでもやっぱりあったりはしたんだけど、このねマガイマガドはなんかこうフロンティア、モンスターハンターフロンティア味のある動きとかも結構あったから、なんかねそんなにイライラしなかったなみたいな。なんか即死攻撃とかなんとかってみんな、で、このマガイマガドの即死攻撃見たりとかしたと思うんだけど、それでなんかこう、フロンティアにいたモンスターの動きしてくるやんみたいなので、ちょっとね、ツイッターでバズったりとかなんとかってしてたけど、いや、マジで、ぽいのよ。いや、僕もね、その、フロンティアでもともといたモンスターのその動きとか知ってたりとかあったから、いや、マガイマガドこれ F やん、みたいな。マガイマガドのこの動き、フロンティアのあいつの動きやん、エルゼリオンの動きやん、みたいなさ、そういうのちょこちょこあってね、なんかちょっと嬉しくて、いや、なんかあんまイライラせず戦えたな、みたいな。やっぱイライラしてた時僕はね、あ、イライラしちゃう時なんかもうそんな毎日なんでクエストやんないんだけどね、こいつはなんか毎日ちょこちょこ、ね、普通にそんな手の攻撃してじゃない、攻撃じゃないな、挑戦したりとか全然普通にできたなと思って。てかここのスタンうまくね、このスタンやばくない？これ食らってたら多分死んだりとかしてたんだろうけど、いやマジで今回はまぐれがね、いろいろ奇跡とかまぐれが重なっていい感じに討伐できましたね。一応ね、僕初日にも挑戦したんだけど、その時は弱らせることすらできなかったんだよ。なんだけど、なんとか、動画、他の人の動画を2回くらい見たのかな、片手剣のやつは。他の武器種は何回か他にもいろいろ見たんだけど、もう上手い人上手すぎてさ、マジで参考になんねえからさ。いや、参考にはなるよ。参考にはなるよ。この動き、これ。片手剣なんかこのシールドバッシュというか、で、地上での縦コンボ。いや、縦コンではないんだけど、地上でこう、縦をベンベンベンってやった後の線狩り。これを使う攻撃がめちゃめちゃなんかこう有効みたいで、そこはね、僕も学びだったなとは思うんだけど、あとこの比叡ね。これとか当てていけば火力が出せるんだっていうの勉強になって、で、それを見てから、自分なりにこう、いろいろできたらいいなと思ってやったんだけど、まあ一向に倒せなかったんだけど、今回マジでマグレ。比叡もよく当たってくれたし、ね、この千狩りとかもね、よく当たってくれたし、しょっぱなにこう、玉三つねのとこ、ね、6番にいたのか、2人ともマガイマガドとさ、この玉三つねが6番にいてくれたからさっさと総流できたしね。これめちゃめちゃでかかったんよな。やっぱこの、わらしべ総流みたいなっていうのもみんなやるじゃない？だから僕も、その延々句を最初に取って、で、わらしべ総流しなきゃと思って、やったりとかしてたんだけど、12番とかにさ、まがいまがといったらさ、もうどうしてもそれで時間食うじゃない？いや、だから、なんかその、まがいまがと、基本的には9番にいたら、7番でレイヤー捕まえて、レイヤーをこう総流で捕まえて、で、9番に連れて行って、こう、レイヤーで毒与えつつ、サマソで攻撃しつつ、ダメージを与えながら、マガイマガドと戦って、で、マガイマガド12番に逃げていってからの、そこで12番でちょこちょこ戦います。
で、12番で戦った後に10番に降りてきたら玉三つも一緒に来て、でそこで玉三つと総流して、で最終的にレイヤーと玉三つの総流、それからマガイマガドの、まあそのマガイマガドを壁にどんどんって当てていって、まあ、合計3回かな、3回の総流で倒していくっていうのが通常の流れだと思うんだよ。なんだけど、あの今回まあちょっとレイヤー使えなかったんだよね。最初6番にいたから、6番にいてサマミツネでさっさと総流しちゃって、ここでずっと戦ってたから、ずっとってわけでもないか、あのここで結構な時間戦ってたんで、ちょっと総流ができなくてね、今回レイヤーはなしで戦ったんだけど、でもいけて、いやもうね、うん、まあ見ててほしい、このまんま。で、これ逃げんだよ。ここで逃げてさ、で、ここで、あの、犬呼ぼうと思って登場、はい、ピーってやったんだけど、来てくんねえから、じゃん、頑張って自分でさ、犬のところまで行って、このさ、なんかこの登場とかのピューイーの呼ぶやつさ、全然来てくんない問題さ、これどうにかならんのかね。あの、近く行って A ボタンを押したら、それはまあ行けるんだよ。まあ、ちょっと時間かかる時もあるけど、だけどこれ、ね、乗るのちょっとタイムラグあるからさ、僕多分製品版発売したら2匹連れていくことになるんじゃねえかなと思ってはいるんだけど、まあどうなるかわかんないけどね。実際のところその猫がどういう働きをしてくれるかわからんけど、素材とか持ってきてくれるんだったらさ、フロンティアみたいに素材持ってきてくれるんだったら猫連れていくのもやぶさかではないんだけど、このままだと犬2匹の方がダメージとかも稼げるし、なんかいいのかなとちょっと思ってしまったり。犬2匹いたらさ、ほらこうやって今攻撃してるじゃない、犬この攻撃してる時とか呼んでも全然来てくんないんだよね、なんかね。あと回復の時とか。だから、犬2匹いてくれたら、この呼ぶやつとかも安定してできるのかなって思うんで、ちょっとそこら辺、どうかなってちょっと思ってはいるんだけど、まあ、製品版発売してからだな、その辺は。で、これで玉三つがピューっていなくなって、まあもう玉三つ一回乗ったから全然ね、そこら辺気にしなくていいんだけどさ、総流できないからどうせ、全然気にしなくていいんだけど、まあ、片手剣の立ち回りとしてはやっぱさっき言ってたこのね、縦攻撃やってからの比叡がやっぱり基本の攻撃なのかなと思って、これやってるだけでも多分倒せはするんだろうね、当たりどころがちゃんとしてれば。この戦い方を知らずに普通にこのさ、あの旋回ループなくなった片手剣のこう剣士のこの切る攻撃斬撃をやってるのはね、やっぱダメなんだろうなって。まあマガイマガド自身がその打撃結構効くってのがあるから、そのおかげでこの立ち回りが結構有用なんだろうけど、実際その狩猟笛とかがさ、なんか結構タイム早かったりとかするらしいじゃない。だからまあ片手剣もこの殴り攻撃がいいのかなと思うんだけど、でこの落とし穴よ、見てこの落とし穴完璧でしょ、この最高にハマった瞬間、全然予想してなかったんだけど、この大技が来るなんて。だけど、落とし穴、まあ今かけとくかって思ったら、いい感じに、ハマってくれて、いや、マジで助かった。ただ、その後の動きがそんなによろしくない。このお手とかね、この攻撃とかさ、怒ってない時というか、なんだ、この、鬼火まとってない時は1回だからさ、普通にまあ、動き読みやすくてありがたいんだけど、で、あとこの怒ってない時の火力の出しにくさよな。鬼火ついてる時はさ、ほら、こうやってめちゃめちゃ火力出んだけど、鬼火ついてない時あんまし火力出せなくて大変よね。まあそういう時は罠とか、そういうのを使って、まあ時間稼ぎじゃないけど、なんだ、時間潰しか。みたいな感じでね、できる限り火力を出していくみたいな。はい、ここ、砥石ミス。これ何したの僕。乗ろうとしてキャンセルして砥石やったのか。よくないですね。こういうミスありつつもでも、いけたってのがすごい嬉しい。まあ、僕はやっぱね、プロハンの方々みたいに、最適解のルートで行ったりとか、あと、チャート組んでなんかこう、ね、毎回決まった動きをして、最速の最善手をしてね、戦っていくっていうのはまあ無理なので。だから僕はね、僕なりの戦い方で倒せればいいんですよ。まあ、倒せればいいなと思ってる人だから、人間なんで、タイムとか全然気にしてないんでね。いや、だから今回倒せたの本当に嬉しい。で、ここで食うんだね。飯全然気にしなかったけど、で、これよ、これ、この回避。片手剣で早く討伐してる人でもさ、この回避やってたけど、これ真似できたのめっちゃ嬉しい。討伐回でこれ真似できたの嬉しいわ。動画に残せてんのマジ嬉しい。そして、しびれ罠の設置の速さよな。
これあの過去作とか最近やってるからさ、ここ 1,2 年ぐらい結構ガツガツ過去作やってるから、この罠の設置の速さマジでビビるわ。でそして残り5分ですよ。だまあここね、6番なんで割とでかいからさ、戦いやすいし、で玉みつねとかもちょこちょこ帰ってくるから、なんかこう縄張り争いとかしてくれたらいいのになーとか思いつつ、まあここで戦ってたけど、まあなかなかそういうことにはならないんだよな。まあでもやっぱ傾斜がないところは戦いやすいなとは思った。6番が本当に戦いやすい。あの12番とかさ、あと7番とか、あそこら辺やっぱ坂道になってるからね、ちょっと戦いにくいのよね。あと1番とかもそうか。だからここでね結構戦えたのは嬉しい。そしてこの2回目のスタン、そしてこの火力よ。これ比叡やばくない？風車さやるんだけど、風車より比叡2発やった方が圧倒的に強いよな。で死ぬんだよね。死ぬんだよ。そう今回1オツしました。ここで帰ろうかなとも思ったんだけど、ちょっとあのなんだわかんないけど、なんでかわかんないけど帰らなかったんだよな。普通ここでね、こんなところで死んだら、やっぱり、落ちたら倒せないだろうなと思うから、僕なんか、だからさっき言った最善手でもないし、あの最適解のルートを通って、ね、鳥を集めたりとかしてるわけではないから、火力は絶対、その厳しいんですよ。だから一回でも死んだらダメだろうなと思って、毎回その死んだら帰ってたんだけど、クエスト帰還してたんだけど、今回はなぜか、わかんない。クリアすることが分かってたのかわかんないけど、知らんけど、なぜか今回は諦めなかったんだよね。それでこう頑張って走っていって、多分1分くらいロスはあるんじゃないかな、やっぱり1回死んだら。で、これで頑張って、まあ6番でね、結構近くにいたから、それもありがたかったんだけど、6番から移動しないでいてくれて、ありがたかったんだけど、で、これでなんとか、その戦いをまた再開して、風車この時はいいよな。方向に合わせるのは好き。方向に合わせて使う。でも基本は比叡だよね。火力出るもんだって。比叡だってこれトータルでさ、鬼火ついてるところだったら100ぐらいいくよね多分。片手剣で火力100ってなんかいいよな。この普通の通常攻撃とかさ、これだって7とかだよ一撃目。ふざけんなよマジで。火力低すぎやろ。まあこの武器が、体験版の武器が属性ついてないからさ、だからすげえ弱く感じるんだろうけど、まあ、ただ縦には属性乗らないとかっていう話みたいなんで、まあ本当のところはどうか知らんけど、だまあ体験版からね製品版に変わった時に片手剣がどれだけ強くなるのかっていうのはすげえ楽しみではある。でさ、この鬼火の処理みたいなやつ、早掛けして鬼火処理してさ、このダウン取るみたいなやつ、これ2発目とかは結構ダウンまで時間かかんのかね。今当てたはずなんだけど、全然なんかダメージも低いし、当たってないのかな、なんか全然ダウンしてくれなくて。でこれよ、この早掛けでの回避よね。これ大事なんだよな、これな。これ僕全然そのさ、最初やってなくて、あの全然もうこんなん避けられないやんと思ったら、あ、早掛けで距離取って避けるのねってのに途中から気づいて、この回あたりから本格的に使い始めたんだよね。だからやっぱ大事なんだろうな、この早掛けで避けるっていうのは。で今切れ味がさ落ちちゃってんだけど、どうにかして切れ味研ぎたいけど、でもまあチャンスがなくて、ただここで玉みつね帰ってきたんだよ。でそして僕はお、しめしめと思って、縄張り争い的なことしてるじゃんと思って研いでたら、これこのタイミングで気づいたんだけど、走竜できるやん。そうこれ10分だったらもう一回走竜できるらしいの、同じ的に。だからここでさ、最後の最後でさ、走竜して、もう一回玉みつねに乗って、レイヤーに乗れなかった分、玉みつねに乗って、このもう泡をもうとにかく出しまくりよ。いやもう本当だったら、この尻尾攻撃バチンの方が絶対いいんだと思うんだけど、僕は、このなんか、泡をね、出す方がちょっと好きで、泡出しながらこうやってね、こう、ビラビラビラって出しながら、こうやっていくのが好きだから、これで頑張って火力出そうと思って、走竜で攻撃してたんだけどね。いやマジでこれ素晴らしいね。このタイミングで帰ってきた玉みつねに本当に感謝だね。なんだったらあれなのかな、あまあとりあえずはい、これで全身全はい、ということでメインターゲット討伐達成でクエストクリアでございました。なんだったらこれ一回死んでたらさ、なんかマガイマガド弱っちゃって逃げちゃったりとかしちゃってさ、
多分このマガイマガと逃げなかったのは、弱ってる動作なかったと思うんだけど、逃げなかったのはここで総流して火力を与えられたから、一気に火力を与えたから討伐まで持っていけたのかなと思うので、もしかしたらあそこで死んだのが倒せた要因だったのかなと今ちょっと思ったりはしたんだけど、っていう感じで、マガイマガドのね体験版のクエストをクリアすることできました。いやもう片手剣ね、やっぱタチとかさ、さっき見たけど6分台とか動画出てたのかな、であと総中魂じゃなかった、狩猟笛とか7分台とか出てたりして、やっぱあそこら辺火力あるじゃない。だけど片手剣やっぱなかなかこう強武器っていうわけではないので、体験版の段階では。なのでこれで倒せるのかってすごい不安だったんだけど、なんとか体験版クリアすることできて本当に嬉しかったです。まあ、これでね心置きなくあの製品版にね挑むこともできるかなと思うので、あのこれ倒した後に製品版予約したんだけど、で製品版買ったらねしっかりとライズの方の配信動画とかやっていきたいかなと思うので、そちらの方をねぜひ見ていただければなというふうに思います。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画配信でお会いしましょう。グッドバイバイバイ。いや僕にとってはまあ記念受験ならぬ記念討伐みたいな感じだったんですけど、いや本当に楽しかったです。ありがとうございました。